タを食べると太ると思っていませんか？この動画ではダイエット中でも美味しく食べて痩せることができるパスタがわかるんですよ。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただけますととても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。そちらもぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜダイエット中でも美味しく食べながら痩せるパスタなのかということなんですけれども、ポイントは腸内環境を整える食材を使っているからなんですよね。もしあなたがもうとにかく健康で綺麗に痩せたいというね願いをお持ちであれば、まず何に取り組めばよいのかということなんですけれども、それはズバリ腸内環境を整えることがもう大前提になってくるんですよね。そうしないといくらあなたが食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、決して長期的に痩せることができないからなんですよね。なぜかと言いますと、もともと痩せ体質になっていないからなんです。ですからもともと太ってしまう体質になってしまっているのを無視していろんなことをしたとしても結果が出ないんですよね。もし出たとしてもリバウンドが待っています。そういった繰り返しってなかったですか？今まで。でしたらあなたが悪いのではなくって、あなたの腸内環境が悪いだけなんですよ。ですからあなたの腸内環境を整えてくれる食べ物ですよね、そういったものをしっかりとっていくこと、そしてまた逆に腸内環境を乱すものはもう入れないということがとても大切になってくるんですよ。では2つ目の項目です。何をということで、一体どんなパスタであれば痩せるパスタなのかというその選ぶ目を養う必要があるわけなんですよね。ではないと、あ、なんかこれカロリーが低そうだから痩せるのかなとかですね、やっぱそういった視点で選んでしまわれますと腸内環境を乱してしまう、原材料が入ったものを選んでしまう場合があるんですよね。ここで注意点です。例えばパスタを購入するときにですね、もうとにかく原材料名の中にこういった化学調味料や添加物などが入っていないものを選んでいただきたいんですよね。もうよくよく見るとパスタなのにですね、結構こんなもの入ってるのかなっていうのがね多いんですよね。気をつけて見てみないと、いろんな調整剤が入っていたりとか、要は添加物が入ったパスタもありますので、そこをしっかりと見極める必要があるということ。そしてもう一つはグルテンに気をつけましょうですよね。やはりパスタというのは原料が小麦なわけですよね。メインは小麦ですよね。そうするとやはり小麦の中に主にこのグルテンと呼ばれるものが入っています。でこれが腸内環境ですね乱す原因なんですよね。非常にそのおすすめできない成分なわけです。なぜかというと、まあ、小麦製品ですから、まあ、ケーキとかクッキーとかですね、いろんなお菓子にも入っていますし、パンもそうです、おうどんもそうですよね。そういった、まあ、もちろんパスタもそうなんですけども、小麦の中のこのグルテンは実はあの依存性があります。こんな経験ないですか？あの菓子パン、まあ、パン屋さんに行ってですね、もうせめて今日は2つぐらいまでのパンにしようかなと思うんだけれども、やっぱ見ると食べたくなるじゃないですか。でついつい結構、まあ後から食べようかなと思って、こう4、5個こうパンをねとトレーに取って、まあ、買ったとしますよね。で今日はまあ2つぐらいにしようかなと思ってるのに、食べ出すと止まらないって時ないですか？パンってやっぱ食べ出すとどんどんもう2個も3個も4個も入ってしまうんですよね。さあなぜかというと、この依存性があるからです。グルテンの力によってあなたが悪いんじゃなくて、そのもう中毒なんですよね。止まらないっていう。なので一度やっぱり食べ出してしまうと、せっかく小麦製品立ってたのにって食べ出しちゃうと、やっぱり食べたくなってしまうということなんですよね。まあ量が大事なんですけれども、ですからこのグルテンを取りすぎてしまうと、やはり腸の粘膜が炎症します。そうすることでサイトカインというものが分泌されて、どんどんこれが肥満へとですね連れて行ってしまうものが分泌されていくわけなんですよね。ですからやはりダイエットにはこのグルテンという成分は
極力やはり取らない方がいいわけなんですよね。そこがこのパスタを選ぶポイントになってきます。そしてまたパスタの太る主な原因の一つに糖質量がね関係してるんですよね。どうしてもその太る元というのはもうメインは糖質の取りすぎなわけです。なのでやはりパスタというのは約7割が糖質でできているんですよね。ただ茹でることで実はこの糖質量が7割から約3割まで落とすことができると言われてますから、まあ、そういった面で言いますとパスタは湯がいて食べることでその糖質量を抑えることはできるという食べ物になってきます。ただここで糖質がさすがにその7割から3割になったとしてもじゃあ倍食べても大丈夫なんでしょうとかね、そういうことではやはりないんですよね。やはり食べ過ぎてしまってはダメなんですよね。例えば私あるモデルさんがですね、私の1日の食事ルーティンという形で、まあ、朝昼晩とお食事メニュー出されていたのを、まあ、目にしたんですよね。たまたまでその方はお昼にこのパスタを召し上がってらっしゃったんですよ。でその時のパスタの量がですよ、もう本当に幼児、もう本当ちっちゃいお子様が食べるくらいの量ですね、ちょろんと乗せて私これ食べてますって、パスタ食べても太ってませんみたいなね、そういうまあ、投稿だったんですけど、あ、さすがだなって思いましたね。もちろんそのパスタって太りますよね、食べたら太るんですけども、その方はやはりもう量が全然違うわけなんですよね。でその投稿を見たその視聴者の読者の方がですねコメントされてたのも、私あこの方偉いなと思った話があるんですけど、そのモデルさんが召し上がってらっしゃるそのパスタの量を見てその方がですね、うわーって、私は彼女の3倍の量はパスタ食べてましたって書き込みされてたんですよね。この方偉いなって思いました。その方は自分が食べ過ぎていたんだなっていうことを認めてらっしゃったんですよね。偉いって思いました。そうなんですよ、やはりそこをですね無視して何でも食べていいかっていうわけじゃないですよね。ですからもしあなたがですねダイエット中であったり体重を落としたい、しかも健康的にと思ってらっしゃるようであれば、パスタを食べる時っていうのはそのモデルさんと同じように、もう自分は今ですねもう幼児なんだと、子供なんだ、小さい、その子供が食べる量ぐらいのパスタの量になってるかなとかね、そういった観点から普段から召し上がっていただくといいと思います。特に小柄な方っていうのは身長が高い方と比べてやっぱり代謝量が違うわけですから、同じように食べてしまうと太りやすくなるのは当然なんですよね。そこでやはりですねご自分は特に小柄の方はもう自分は子供なんだと、永遠子供なぐらいのイメージでやはりカロリーを摂取されますと、まあ、やっぱ栄養は大事ですよ、バランスは大事なんですけれども、やはり普通の方と比べたらやはりそういったところはコントロールする必要があるでしょうし、またそうじゃなければしっかり運動でその取ったカロリーを消費するとか、そういったバランスがとても大事になってきますから、あなたもそのモデルさんと同じようにですね、ご自分はパスタを食べるときは子供なんだと思った感覚で量を召し上がると間違いなく太らずに済みますから、そこは工夫が大切ですよってお話をさせていただきました。ではいよいよここから3つ目の項目です。どのようにということで、今回私があなたにご紹介したい3つの痩せるパスタがあります。今からランキング形式でお伝えしていきますね。まず第3位はこちらです。こちらはオーガニックの全粒粉スパゲティ、まあ、パスタになります。もうご覧の通りですね、茶色いんですよね。で何でもそうなんですけれども、例えば痩せるためには真っ白い食べ物よりも茶色い食べ物の方が栄養価も高くて痩せます。例えば白米よりも玄米や雑穀米ですよね。白いふわふわのパンよりも硬い全粒粉とかライ麦パン、玄米パンとかですね、そういった形で真っ白いおうどんよりも茶色い十割そばとか、そういったやはり茶色いものというのは栄養がそのままそぎ落とす、要は生成される前の栄養価がたっぷり残ったものですから、もちろんこちらは 100% 有機栽培の有機デュラム小麦のセモリナということで、全粒粉の
小麦のやはりパスタになるから、先ほどのですねグルテンはやはり入ってはいるんですよ。ただし生成される前のパスタですから、まず栄養価が高いこと、そして食物繊維が豊富であることが結果腸内環境を整えてくれるものになりますので、先ほどのモデルさんのように適量であればそこまでグルテンの心配される必要はないと思います。やはりグルテンってですねいろんなものに入ってます。小麦以外にも大麦ですとか大豆麦とかオートミールとか、ああいった麦系にはやっぱり必ず入ってますからね、完全カットって難しいと思うんです。そこで食べ方が大事ですよね。食べる量であったり、タンパク質をしっかりとってセットで食べるとかですね、こういった生成される前の全粒粉ですと血糖値の急上昇をやはり抑えてくれる食べ物になりますから、結果脂肪を溜め込まずに済むということで、第3位には確かに小麦ですからグルテンは入っているんだけれども、栄養価やそもそも食物繊維が多いという観点から第3位にこのパスタを選びました。やはり食感はですね、普通の生成された、栄養価の少ないパスタと比べますとモサモサ系はちょっとありますが、逆に噛み応え歯ごたえがありますから食べ過ぎ防止にもなりますし、もうそもそもその栄養価が高いものをしっかりよく噛んで召し上がることで、とにかくあなたの腸内環境が整って栄養もバッチリ取れますから、ぜひ時々パスタ食べたいなと思われた時はこちらの有機栽培で作られた全粒粉のパスタを選んでみてくださいね。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。はい、もちもち食感セブングレインパスタスパゲティですね。これは何でしょうかということなんですけれども、実はですね、ちょっと裏を見ていただきたいんですが、メインは国産の小麦粉なんですけれども、それ以外になんと雑穀米の雑穀粉が入っているんですよ。何が入っているかと言いますと、こちらもちきび、発芽玄米、灰が押し麦、黒米、赤米が入ってます。そしてその後に食塩、うるち米粉ということで、最初に来るのは小麦粉なんですけれども、こちらは九州産の小麦を使っていらっしゃいます。こちらがですね、九州の大地からですね厳選した小麦、南の香りと風味豊かな雑穀、先ほどお伝えしたものですよね、が入っていて、しかもミネラル豊富な長崎の海塩と雲仙のそのお水を使用した、手間を惜しまず丁寧に作ったもちもち食感の自然派パスタですということで、見えますでしょうか。ここなんですけどね、真っ白いんです。もう色が先ほど茶色でしたよね。こちら全然違うんですけれども、こちらはどちらかというとやはり雑穀が入ってますので、おうどん感覚といいますか、パスタなんですけれども雑穀ともお米が入っている関係で、お小麦もそうですけどね、つるんと、もっちもちしたパスタになりますから、もちろんこの同じねブランドのものがお近くなかったとしても、要は原材料名をチェックしてくださったら OK です。ベースが小麦粉なんだけれども、その他にもしっかりとこういった雑穀が入っていて、しかも材料が厳選されているものっていうのがお近くのお店にもあると思いますので、こういったこだわりのあるパスタも時々召し上がって見られると良いと思うんですよね。もちろんね、毎日毎日朝昼晩パスタですなんてするとね、もちろん太りますからね、もうそこはね、そんなことあなたはされないと思うんですけれども、やはりダイエット中でも時々なんか麺類食べたいとか思いません？麺イコール太るみたいなね、やはりあると思うんですよ。もう糖質の塊ですから、ある。でも時々食べたいってなりませんか？私がサポートしているクライアントの方もそうです。今私のダイエットプログラムのもと、もう本当に真摯にコツコツ、もう本当素敵な方でですね、もう真面目にされるんですよ。でその方からご相談があってですね、先生このパスタ食べていいですかってこうお写真がね LINE に来るわけです。そしてね、そうですねって、普通のパスタよりはいいですよってお伝えするんですけども、ただ食べ過ぎたらどうなるでしょうかっていうことでね、先生分かってますって、目標達成するまでは私お休みしたいと思いますとかね、ただ食べてもいいです、いいですよって、
食べてもいいんだけど、じゃあ食べた時は私が別動画でねお伝えしてるんですけども、さっと16時間断食をしてみるとか1日ファスティングをしてみるとか、要は食べた後はやはりしっかり腸を休めてあげるということをされると、その分さっとリセットできますから、食べてもいいけれども食べ方とその後の工夫ですよね、そこがそのまま太ってしまうのか、しっかりリセットして太らないのかって、そこが分かれ道になりますから、あなたもぜひ工夫してみてくださいね。そしていよいよ第1位はこちらです。グルテンフリー小麦粉後不使用のパスタになります。こちらはですね、ブランドがイタリアの麺になってまして、アルチェネロというブランドのパスタになります。でこのアルチェネロさんはですね、オーガニックの先駆者なんですよね。もう本当にかなり前から1970年代からヨーロッパの中でもいち早くこの有機栽培に着手された会社なんですよね。もうこの理念がね、もうすごく私共感なんですよ。もう本当に人と自然を尊重したいですねっていう理念のもとに、その1000人以上の農家さんや生産者の方と加工者の方によって成り立っている製品なんですって思いがねここに書いてあるんですよ。もう応援したいなって思いますよね、こういった食品の会社さんを本当にしたいって私は思うんですよね。でこのアルチェネロ有機グルテンフリーのスパゲティということで、これは何でできているかと言いますと、原材料名をチェックしてもらうとですね、まあ、名称は有機パスタなんですが、有機の要は有機栽培のトウモロコシの粉と有機栽培のお米の粉、この2つたった2つだけでね、もう食塩すら入っていないというパスタなんです。でこれは、今までご紹介したパスタと比べた一番こう黄色い色をしてます。見えますか、黄色い色してますよね。やっぱりトウモロコシだなっていうね、分かると思うんですけど、これがですね非常に、まあ、タンパク質も取れますし、食物繊維も豊富ですし、熱量も他のパスタと比べると低めなんですよね。まあ、特にこちらはタンパク質量が高かった、やっぱり雑穀が入ってる関係で、こちらもですねタンパク質も多いですし、食物繊維も豊富なんですよね。やっぱどれもいいですね。もう全て食物繊維はしっかり取れますから、腸内環境が整います。なぜかというと善玉菌と呼ばれるその痩せ菌の餌となってくれるので、もうどんどんデトックスできるんですよね。腸内環境ととのパスタになります。でこちらはですねやはりかなりね細めになってますから、ツルツルとサラダスパゲティなんかにされてもいいと思うんですよね。まあ、ベースがトウモロコシですから、もう野菜お野菜で雑穀系でね本当にいいと思うんです。そしてその穀物のまあベースがトウモロコシ粉からできている関係でですね、ここにも書いてあるんですけど、実際本当召し上がっていただくと甘いんですね。ほんのり甘いので、もうすっごくね満足度も高いパスタになってますから、ぜひこちら召し上がってみてくださいね。ではここからさらに痩せるためのパスタの食べ方をあなたにお伝えしていきたいと思います。これまでランキング形式でいかにそのパスタの麺自体を痩せる麺に置き換えると痩せることができるのかということをお伝えしてきましたよね。そこをベースにプラス今度は味の麺ですよね。麺は痩せるのに味付けが太ってしまうものを選んでしまうと太っちゃいます。ということで一番太ると言われているパスタの種類ご存知でしょうか。もう今あなたもねあれじゃないのかな先生とかね思ってくださってると思うんですけども、それはカロリーも高いカルボナーラ系のああいったこうクリーム系の濃いですねパスタは太ります。では逆にどんな味付けのパスタだと痩せやすいのかということで、もうやはりメインは痩せるオイルを使ってあるオリーブオイルをベースとしたまあ、ペペロンチーノ系であったり、また和風パスタですよね。しっかりと食物繊維が豊富な水溶性食物繊維がいっぱい入ったキノコのパスタとかですね、そこに海苔とか青じそとか入っているともう本当にいいですよね。海藻まで取れてしまいますから、やはりキノコとか海藻がセットになっている和風パスタ、もしくはサラダのパスタ、こういったのが痩せやすいパスタになります。でプラスですね先ほど
少し前にお伝えしましたそのパスタの量ですよね。モデルさんのお話覚えていらっしゃいますか。ああいったパスタの量が大事ですから、パスタの量はやはりお子様用の量にされて、プラスパスタを単品で食事として終わらせないということがとても重要になってきます。パスタも本当にお子ちゃまメニューぐらいの量で終わらせて、プラスやはりそこにお野菜であったり、またタンパク質ですよね。例えば卵とかチーズとかお豆腐とかお肉お魚がトッピングされているようなサラダを一緒に召し上がってみたり、また汁物です、スープ系をしっかりと摂ることで満足感を得ることができますから、パスタの食べ過ぎ防止にもなりますし、バランスが良くなります。もう PFC バランスというんですけれども、やはりタンパク質と脂質と糖質、食物繊維、炭水化物系ですね、がやっぱりバランスよく黄金比率で取らないといけないわけですから、この PFC バランスについてはまた別動画でお伝えしてますから、よりあなたのダイエットにお役立てください。野菜を食べても痩せないという動画でお伝えしています。さあ、いかがだったでしょうか。この動画では痩せるパスタの種類とその食べ方、そして味付けについてお伝えしました。あなたもいくらダイエット中といえども、やはり時々ね、麺類食べたいことあると思うんです。特にパスタって美味しいですよね。もうその気持ちよくわかります。でしたら、今まで召し上がっていたパスタの種類とか食べ方を今私がお伝えしたものに置き換えるだけで腸活メニューに早変わりしますから、安心してよく噛んで美味しく召し上がっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。